れにしようかな。触媒はどれにしよう。やってみよう。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。Hey, bonsoir à tous, bienvenue sur Bacchanal Live, le live où on continue nos aventures sur Atelier Sophie 2. J'ai fait exprès, hein. Je fais de la merde pour juste cuisiner deux trucs de bouffe. Pour remplir ma quête. Et voilà, il est rempli. 10 points de compétence. ている分、魔物に襲われる危険も少ないからな。これはいい功績だ。あ、デペニー。火事で使ってみよう。これなら楽勝だ。私なら弱点はつけそうです。それ援護させてください。決める。そこだ。手加減したつもりなんだから。デペニJe crois que c'est la pierre de foot qu'il faut ici. Du coup, je l'ai pas encore.
に向かいますか？頑張ろう！Où je vais aller？Ah, il y avait quelqu'un quand même. Je commençais à flipper doucement. C'est des, le PNJ, il est dans le mur ? D'accord, il y a un passage par là. Ouais putain c'est très le début du jeu quand même. Et c'est les lapins, les dangereuses créatures qui attaquent? Ah non, ah d'accord. した魔物と特徴が似ている。それって二人が苦戦した相手ですよね。オリアスたちが苦労する相手ってめっちゃけど、今日はロイテールの腕利き二人と私たちも一緒にいる。そう考えれば負ける気がしないわ。うん、みんな行こう。
これを使う。De tentacules, de tentaculos.場所が悪すぎる。ああ、このままじゃやべえな。血のりは向こうにあるってことね。そういうことなら、うわー！大丈夫。めちゃくちゃに撃ってるだけだから。今のうちに逃げるわよ。みんな走れ。ディーボルトもちゃんとついてこいよ。分かっている。どうやら逃げ切ったようね。え、さっきまでかまえも。比べ物にならない恐ろしく強く凶暴な竜だ。あの謎の魔物だけでもやべえってのに、ズメイまで出てきやがるとはな。何か対策しねえと今後どうなるかわからねえぞ。そうですね。一度プラフタに報告しに戻りましょう。何かいい方法が見つかるかもしれませんし。思いついたかも。よいしょっと。水は冷
錬金術に必要不可欠です。たとえ重くてもおろそかにはできません。J'ai fait le grand tour tout à l'heure, hein, putain. その魔物だけでなく、黒竜の爪ですか。その竜についての目撃情報は確かに今までも何件かありました。ですが、町の近くに現れたというのはこれが初めてです。まあ今回は致命的な被害は出なかったから良かったけれど、次はわからないわね。最悪の状況も想定して策を練る必要があるようです。まったく頭の痛い話です。私たちこれからどうしたらいいのかな。あの提案なんですが、ソフィーさんたちにエルデヴィーゲ全体の調査をしてもらうのはどうでしょうか。調査？はい、残念ながらロイテールで皆さんくらい戦える人は多くありません。なので正体不明の魔物の討伐の他に各地で起きている異変の調査をお願いしたいんです。もちろん依頼という形でね。だとするとソフィーちゃんたちが調査したものを報告書にして提出してもらって、その報告書の数に応じて報酬を渡すって仕組みにした方がいいんじゃないかしら。そうですね。それで報酬の内容ですが、アレットさん、後でピリカさんと一緒に相談させてもらえませんか。なるべくいいものを用意したいので報酬になりそうなものの調達をお願いしたいんです。そういうことならお任せあれ。私としては一石二鳥じゃん。よっしゃ、がぜんやる気出てきたぜ。アレット、超すげえもの用意しとけよ。任せなさい。限度はありますからね。無限に湧き出る財源があるわけではありませんので。ともかくそうと決まれば諸々の手配を始めるとしましょう。その前にあの謎の魔物なんだけど、仮にグロールと呼ぶのはどうかしら。何かしら名前はあった方がいいと思うし。グロール、確か古代言語で未知なるものって意味だったよね。そうなのか。アレットは博学なのだな。知識は武器だからね。特に商人兼調達屋の私にはね。グロール、そうだね、呼び方はあった方がいいと思うし。では皆さん、各地の調査とグロールの件よろしくお願いしますね。
ならすぐ報告できそう。あ、ちょうど持ってるかも。うん、これならすぐに報告できるね。あ、ちょうど持ってるかも。ちゃん、ご機嫌だね。まさかまた変な古文書買い取ったんじゃ。ああ、古文書はもうダメ。リスク高すぎだから。やっぱり今も昔も価値あるものは美術品だよね。美術品？絵とか壺みたいの？大正解！っていうか、まさにすっごい価値のある壺を買ったんだよ。って言っても、それを売ってた人からしたらなんてことない普通の壺なんだろうけど、私の時代から見たら歴史的価値のある古美術品だったんだ。そっか、いろんな時代の人がいるからそういうのも手に入りやすいのか。いいところだよね、エルデビーゲって。元の世界だったら人財産吹っ飛んでたと思うよ。なのにここじゃ夕飯買いに行った帰りに寄った雑貨屋で気軽に買える値段で売ってるんだよ。すごすぎてなんかもう言葉にできないよね。そうだね、生まれてくる時代が違うだけで価値観違いすぎだよね。それよりそんなすごい壺なら私も見てみたいな。どんな壺なの？あー、悪いけど今はダメなんだよね。あの壺を箱に入れて倉庫にしまってあるんだけど、貴重すぎるからさ、出してくるの怖くて手を滑らせたらとか考えちゃってさ。そっか、見てみたかったな。でも私ももう一度状態確認したいから見に行かないといけないんだけどね。何日か心を落ち着かせたら見に行くつもりだから、その時はソフィーさんにも声をかけるよ。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さ、j'imagine qu'il est exaspéré parce qu'il a pas pu jouer avec le dragon. Dame da Pirika, これは私にはふさわしくない。いやいや、このレシピはディーボルトのために残されていたようなもんでしょ。だが、どうしたの二人とも。レシピがどうのって聞こえたけど。いいところに来たよ、ソフィーさん。ほら、このレシピ見て。これって剣のレシピ？そうそう、ずっと前にね、この世界に異国の騎士と相棒の錬金術師が暮らしてたことがあるんだって。その騎士は故郷の村を守る力をつけるためこの世界で修行に明け暮れてたらしいんだけど、この剣は
そんな騎士のために錬金術師が作った特別な剣のレシピなんだってさ。確かにこれすごい剣になると思う。このレシピ作ったのすごい錬金術師だよ。ソフィーさんが言うなら間違いないね。この剣をさ、リーボルトに使ってほしいんだよ。それは騎士のために作られた剣だろう。ならば私にはそれを使う資格がない。資格？それってリーボルトが捨てたっていう騎士団長時代に使ってた盾の話？そうだ、国と人々を守るという決意の証だ。だがそれを手放した私にもう騎士の資格は。それでも騎士道精神を捨ててないのはもう一度騎士に戻りたいと思っているからじゃないの？これは盾じゃないし、リーボルトのために作られたレシピじゃないのも分かってるよ。けどさ、騎士のために作られたこのレシピでもう一度誰かを守るための騎士に。やめてくれ、頼むから。もうリーボルトさん、さすがに急すぎたかも。僕悪いことしちゃったな。どこに行くんだ？うん、いらっしゃい、ソフィーさん。あれ、なんかいつもよりご機嫌だね。何かいいことでもあったの？まあね、実は常連のお客さんが元の世界に帰ったんだよ。そうなんだ。でもそれ嬉しいことなの？寂しくはあるけど、元の世界に帰るっていうのは夢を叶えるための準備ができたってことだからね。それに帰ったら僕の一族が暮らしてる村を訪ねてくれるって約束もしてくれたんだ。これで少しでも僕の一族繁栄計画が進めばいいんだけどね。それどんな計画なの？初めて聞いたんだけど。ああそっか、ソフィーさんにはちゃんと僕の一族のこと話してなかったよね。僕の一族はちょっと変わっててね、人里離れた山奥に小さな村を作って暮らしているんだけど、ずっとそんな生活をしてるからかな、年々一族の数が少なくなっててね。それをどうにかしたいと考えて、僕は村の外から人を連れてきて村を発展させようと考えたんだ。それ大丈夫なの？村の外の人って受け入れられないんじゃ。人里離れたところに暮らしてはいるけど、外の人を拒んでるわけじゃないんだ。ただ生まれた地を大切に思っているから、そこを離れたがらないだけなんだよ。つまり、けどそんな暮らしをずっとしてるからさ、僕の一族の存在を知らない人が多いんだ。だから少しでも多くの人に僕の一族のことを知ってもらえば交流が増えると思うんだ。そうなれば一族の人と初対を持って一族繁栄のために一役買ってくれるかもしれない。人が増えれば僕たちみたいに伏線を使える子だってもっと増えると思うしね。そうだったんだ。ピリカさんの一族がそんな大変なことになってたなんて知らなかったよ。でもそれならエルデビーゲじゃなくて元の世界で集めた方がいいんじゃないかな。いや、こっちの方がいいんだよ。ここならいろんな時代のいろんな場所で暮らしてる人たちに知ってもらうことができるからね。そっか、確かにここならそれができるんだ。これくらいのことしないと僕の一族は近い将来途絶えちゃうと思うからね。それでも
この世界で会った人の中で僕の一族について知ってたのソフィーさんだけだったし、それだけ知られてない本当に小さな一族なんだ。だから絶えないようにやれることは全部やりたい。一族を繁栄させること、それが僕の夢だからね。さ、どこに行くの？Tu vas pas critiquer le chaudron. Kashi, Sophie wa sugei yo na. Konna kama kara ironna mono tsukutchimau nda kara yo. Hehe, arigato. Demo atashi mo mada mada benkyou chuu nanda. Ee? Ore ni wa juubun rippana renkin jutsushi ni mieru kedo na. Atashi no obaachan rippana renkin jutsushi datta no. Dakara atashi mo sonna renkin jutsushi ni naritakute.けどオリアスさんが立派って言ってくれてるなら少しずつ近づけてるのかもしれないな。ばあちゃんみたいな錬金術師か。うん、夢や希望にあふれてる若者は輝いてるね。若者ってオリアスさんとそんな変わらないと思うけど。ん？ああ、まあ見た目はな。オリアスさんの夢はやっぱりあれかな、すっごい用心棒になるとか。いや別にないな。あれ違った？じゃなくて俺様には夢とか希望ってやつ、そういうのマジでねえんだよ。え、ないの？本当に一つも？夢なんかなくても見ての通り俺様は十分に輝いてる存在だからな。夢を超越した領域にたどり着いた存在である俺様に夢や希望ってのは不要なものなのさ。あ、確かにオリアスさんを見てるとそんな気がしないでもないかも。それでも何かやりたいことくらいはないの？新しいことへの挑戦みたいなのとか。やりたいこと、それもねえな。俺様は用心棒をやってる今の自分が最も輝いてると感じるからな。つうわけだからさらに輝きを増してくるぜ。じゃあな。オリアスさんくらい自信満々だったら確かに夢とか必要ないのかもしれないな。補充終わったよ。作れるものが増えたみたい。さ、どこに行くの？ On est sur un objet qui marche aléatoirement。Mais les feuilles sont marrons. Taiju が元気になってるってことは、エルの心が成長したってことよ。そうだったんだ。つまり、今の今までエルビーラ様の心はずっと枯れた Taiju の状態だったってことか。少しは理解できた気がするな。彼女の
長年抱えていた寂しさが。早く会いに行こう。エルビーラ様、寂しがってるかも。何度見ても圧倒される大きさですね。お待たせ。それで話したいことって？あの魔物、グロールのことよ。グロールのこと何か知ってるの？そうじゃないの。そうじゃないんだけど、ソフィーたちはグロールのことどう思った？実際に見て戦ってどう感じた？凶暴な魔物だ。どんなに攻撃しても絶対にひるまなかった。頑丈ってわけじゃねえな。痛みもあるみてえだったし。怖い相手でした。純粋にあそこまで恐怖を感じる魔物が存在するなんて。以前はあんな魔物はいなかったはず。だとするとあれは最近生まれたってこと？違うわ、ラミ。それは絶対にない。私はそんな無限は見たことないもの。だから無限から生まれた魔物じゃないと思う。じゃあエルビーラはどんな魔物だと思ってるの？もしかしたらあの魔物はこの世界で生まれたのかもしれない。このエルデビーゲで生まれて独自の進化をした魔物なのかも。そんなことありえるんですか？わからない。私もこんなこと初めてだから。魔物もそうだし、私の眷属が凶暴化したことも。エル、神様がそんな顔しないの。幸せが逃げちゃうわよ。でも安心しなさい。私がもう一つの夢の核の様子も見てきてあげる。え？夢の核ってまだあったの？そりゃあるわよ。エルデビーゲって結構広いのよ。まあ私も東の方にあるってくらいしか知らないんだけど。ラミーだけで行くの？あそこはまだ誰も。大丈夫だよエルビーラ、私も一緒に行くよ。無理しなくていいのよ。東の大地は今までよりずっと危険な場所なんだから。だったら余計に行くしかねえだろ。そんな話聞いて放っておけるかよ。そうだよ、私たちにも手伝わせて、ラミゼルさん。ありがとう。あなたたちも随分お人よしね。君にだけは言われたくないな。そうですね。エル、これで心配ないでしょ？夢の核がある場所を教えて。分かった。もう一つの夢の核がある場所、それは東の火山の奥地よ。なるほどね。となると一つだけ問題があるわ。火山に道が続いている洞窟なんだけど、あそこ大きな水晶で塞がれちゃってるのよね。特に用事もなかったから放置してたけど、あれをどうにかするまでは火山には行けないわ。つまりその水晶を壊せばいいんだよね。そういうことなら私に任せて。ソフィーならそう言ってくれると思ってたわ。それじゃあいつも通りよろしくね。アトリエでレシピを考えるからちょっとだけ時間はかかっちゃうけどね。じゃあソフィーさんが水晶をどうにかする道具を作ったら火山に出発だね。Bah oui, bien sûr.
夢の核をお願いね。子供の頃は木登りとかもやったけど、さすがにこれは大きすぎるわね。どこに行くんだ？さあ。Est-ce que j'ai enfin les quêtes de Oh, Belladonna.どこに行くんだ？どの依頼を？よし、任せたわ。よし、ソフィーちゃん。よし、これなら。どこに行くんだ？出かけるわよ。旅の途中だったのよね。うん、そうだけど、それがどうかしたの？いや、故郷の町に恋人とか待たせてるのかなと思ってね。え？いないいない、そんなのいないよ。っていうか、よくわかんないし。わかんないって。あのね、せっかくそんなに若くて可愛いんだから、わからないなんてもったいないわ。ソフィーなら探せばすぐ見つかると思うけど。でも今は公認錬金術師になるための修行に力入れたいし。で、その後はもっと錬金術のことを勉強したいとか言い出すんでしょ。それじゃあナビゼルさんの方はどうなの？恋人がいるようにも見えないけど。私、こう見えて恋愛小説が好きでね。知識だけはソフィーの何倍もあるんだから。恋愛小説、私読んだことないかも。
読んだことない？さすがにダメでしょ。そういうの読んでおかないと恋愛のときめきとか憧れとか学ぶことできないんだからね。貸してあげるから読んでみて。大丈夫かな。私読み切れる自信ないんだけど。大丈夫。恋愛小説はお菓子みたいなものだから、読み始めれば夢中になって読み進められるわ。それに何でも見ておかないとね。知見を広めるのも錬金術師には必要でしょ。うまく言いくるめられてるような。でもとりあえず読んでみるよ。塞ぐほど大きな水晶だし。では威力を上げてみてはどうですか。洞窟の中じゃ危険だよ。下手したら生き埋めになっちゃうかもしれないし。何かこう瞬間的にドカンと衝撃を与えられるような道具が作れるといいんだけどな。そっか、衝撃を一箇所に集中できれば周りを崩さずに壊せるかも。うん、なんとなく答えは見えてきたような。もう少し何かヒントがあれば。頑張ってくださいね、ソフィー。Et toi, tu comptes... Non? ねえ、ソフィー。私たちって気が合うと思わない？どうしたの急に。いやね、ソフィーとなら息の合った動きができると思うの。だからさ、何か二人で使える必殺技を考えてみない？私とラミゼルさんの必殺技？ええ、まあソフィーが良ければだけどね。それやりたい。ラミゼルさんとだったらきっとすごい技が使えると思う。してくれてよかった。Et là, je mets un coup de bâton. Et toi, tu mets un coup de bâton aussi. Cora, Cora, Sophie, だって一緒に使うんだから、そのこと忘れないようにね。あ、そうだった。うっかりさんなんだから。ひらめいた。新しいレシピ出来上がり。 The Bombammer。 On change de saison。 ところでどうしたんですか。街の中とはいえ夜中に一人で出歩くのは感心しませんね。あなたも昔はやったんでしょ。どうでしょうね、覚えていませんので。そうでしたね。それにしても変わった人ですね。過去の自分の姿にあれほど恥じらいを感じながらこうして二人きりで会いに来るなんて。はい、
あなたと出会った直後であればこんなことは不可能だったでしょう。ですが、もう慣れました。平気です。そうですか。それを聞いて安心しました。将来私も我慢する羽目になるかと思ったので。まあこのことを覚えてはいないのですがね。それは少し残念です。あのソフィーはすごい人ですね。あんなに錬金術の腕も発想力もすごい人は未だかつて見たことがありません。それは当然でしょう。師匠がいいのですから。けど普段のソフィーからはそんな凄さはみじんも感じられません。恐ろしくズボラで部屋の片付け一つできない困った人にしか見えませんから。なのに誰かのために何かを成し遂げようとするときには別人のように真剣になります。誰かのために錬金術を使うこと、役立ててもらえること、彼女はそのことを心から嬉しく思っています。そしてそのためなら迷いなく行動します。そうですね、私は本当にあなたのようになれるのですか。教え子をあそこまで人のために錬金術を使うことに喜びを感じられる人に育てることが。それは誤解ですよ。私が教えたのはあくまでも技術だけです。誰かのために錬金術を使いたい、その力で喜んでもらいたい、その思いは彼女の生まれ持った才能です。それを錬金術師であった彼女の祖母が大切に育んでいった結果なのでしょうね。ソフィーの祖母ってラミゼルが？私は錬金術師の師としてソフィーに様々な知識や技術を教えました。ですが彼女の根源にはラミゼルの姿がある。今も昔も、そして間違いなくこれから先も。近くで見ていたあなたもそれを感じたのではありませんか？その通りです。私にはそれがないからでしょうか。誰かのためにという強い思いがありますよ。あなたの中にも、あなた自身が忘れている強い思いが今もしっかりとあなたの中にあるはずです。考えてみれば、かつて私もあなたのように悩んでいた時期がありました。ですがどうしてその思いを吹っ切ることができたのか、それが思い出せません。もしかしたらこの世界でこれから経験することがそのきっかけになるのかもしれませんね。この世界でですか。ソフィーやラミゼルとの出会いが私の悩みを解決してくれるのだとしたら、それはすこぶる素敵な話ですね。この流れでそれを言いますか。本当に気に入ってるんですね。使わなくなったことが信じられません。とってもかっこいい大人の言葉だというのに。なんであれ、これから先あなたに訪れるであろう天気がどんなものか私には分かりません。ですがどうか頑張って乗り越えてください。自分で自分にお願い事ですか。ほんと不思議ですよね。本当に
ともう一つ、大人な言葉だと思って使っている言葉が間違いだということに気づく日が一日でも早く来ることをすこぶる願っていますよ。笑わせないでくださいよ、もう。さっきのお返しです。どれにしようかな。触媒はどれにしよう。触媒はどれにしよう。Totally worth it. Bon, allez.Dommage.十分かな。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。いいんじゃない。これレベルアップ。何を作っちゃおう。Thank you.
これでいいかな。一気に仕上げるよ。これで完成。何を作っちゃおう。でれれ。ああ、où est le marteau？Même pas une étoile ? Wow, finalement, ça m'ennuie en fait.Et voilà, le marteau magique. Yes. Ah, mais 6!
Et ben, c'est enfin du jus d'orange. クラフトってよくここで食べてるよね。もしかして料理が苦手だったりする？できないわけではないですが、作れる種類は限られています。ですがここへ来れば食べたい時に食べたいものをすぐに食べることができるんです。とても幸せなことです。食事ができるのはとても幸せなことなんです。そういえばプラフタの故郷って干ばつで苦しんでいました。まともに食べられるのは土芋くらいでしたね。こんなにもいろんな食材と料理を楽しめる日が来るなんて本当に幸せなことです。ポテトス、食べたい時に食べたいものを食べられる、当たり前だと思ってたけど幸せなことなんだよね。クラフタさん、ありがとうございます。僕の作った料理を褒めてくれて。いえ、事実を言ったまでです。ノーム君の料理はどれも美味しかったので。あの、お礼にデザートをご馳走させてもらってもいいでしょうか。褒めていただいた僕からの感謝の気持ちです。ご迷惑でなければですが。いただきます。ありがとうございます。すぐに持ってきますね。はあ、不思議なものですね。ノーム君のような美形の男性を前にすると不思議と緊張と鼓動の高まりを感じてしまいます。それって恋？いえ、思春期特有の感情でしょう。異性を過剰に意識してしまうあれですね。まったく厄介な感情です。錬金術でどうにかできればいいのですが。思春期のプラフタか。プラフタにもちゃんとあったんだな。Du temps avec mamie. Rapunzel.胸の鼓動が高まって緊張して話しかけられない。この何とも言えない切ない感じが恋愛の良さらしいわ。わかる？よ
ならないかも。ああ、まったく仕方のない子なんだから。まあ、私もあんまり偉そうなこと言えないけどね。知識だけで。そうなんだ、ちょっと意外かも。好きな人よりも好きなことに一生懸命な性格でね。まあ、ソフィーと似てるのかも。こんなんでお互い恋愛とか結婚とかそういうのできるのかしらね。私は正直よくわからないけど、ラミゼルさんは心配ないと思うよ。そう？でもどうしてそう。どんな人が相手になるんだか。こういうドキドキも恋愛のうちに入るのかしらね。Mais du coup, moi je peux pas savoir c'est qui le papy? Ah non, ごめんください。あれ？モーム君？あ、そ、すみません、急にお邪魔して。実はソフィーさんにお願いがあって来たんです。お願い？はい、あの、僕に絵を教えてください。はい。すみません、突然変なお願いをしてしまって。ううん、それは構わないんだけど、でもどうして私に？はい、僕趣味で絵を描いてはいるんですが、どうしてもうまく描けなくて。なのでソフィーさんに教えてもらおうかと思ったんです。頼ってくれるのは嬉しいけど、私も絵はレシピでしか描いてないし、それに人に教えられるほど詳しくないの。そうですか、すみません、無理なお願いをしてしまって。よろしければ私が代わりに教えましょうか？え、本当ですか？はい、ただ教えるにしても、まずはノーム君の現在の実力を見せてもらってからですが。あ、はい、昨日の夜描いたものを持ってきました。あ、これは。Ouais, et du coup, OK. その割れちゃったツボのかけらとかって持ってる？必要かなと思って一応持ってきたよ。はい、これね。助かったよ。うん。素材集めはもちろん手伝うから。
よし、これなら作れるものが増えたみたい。どこに行こうかな。よし、ソフィー、いるか。あ、ディーボルトさん、どうかしたんですか。話しておくべきことがあってな。少し時間をもらえないか。この前はみっともない。いえ、けどちょっ、すまない。ピリカが言ったことは正しい。それなら戻るべきですよ。ディーボ…だが、同時に私はこうも思うんだ。騎士に戻ることに何の意義があるのかと。どれだけ誓いを立てようと、人々のために戦おうと、雇い主の意思一つで追いやられてしまう。騎士とは、なんと脆い存在なのだろう。それを思うと、命がけで騎士をすることに対し何の意義も感じられなくなってしまったんだ。Et t'as oublié pour qui tu te battais. 騎士をやめた理由なんですね。そうだ。そしてその気持ちは今も変わっていない。だから私は一生騎士には戻れない。用心棒としてここで生きていくのがお似合いなんだ。これが私の本心だ。嘘だよ、ディーボルトさん。本当は騎士に戻りたい。なんとかしてあげたいけど、どうすればいいんだろう。Pour forger les épées.まで来たから。ソフィー、お前。うわあ、片付ける、片付けるから。今。毎度毎度豪快に散らかしやがって。錬金術で散らかった部屋を作って。またお片付けしてもらっちゃった。何度もごめんなさい。本当に反省してんのか。たく、仕方のねえやつだな、お前は。でも、どうして片付けまでしてくれるの。やっぱり散らかってる部屋が嫌いだから。ああ、まあ、散らかってるのは好きじゃねえな。けど、なんか、お前って似てるんだよな。俺の妹にさ。妹？ああ、つっても外見は似てねえけどな。性格っつうか行動が似てるんだよ。好きなことにまっすぐなのはいいんだが、それ以外がとにかくダメで、しかもズボラでな。あいつもよく部屋散らかしてたっけな。おかげで片付けるのに慣れちまったぜ。そうなんだ。あれ、それって私が錬金術以外はダメダメでズボラってこと。今さらかよ、気づくの遅すぎだろ。ご飯は
どこ行く？何を作っちゃおう。材料はっと。うんうん、なるほど。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。こんな感じかな。早くアレットちゃんのところ持って。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。頑張ろう。あ、こんにちは。どれが欲しいの。これでどうです、これでどうでしょう。すごいよ。よかった。いやー、え、売っちゃうの。置いておいたらまた壊しちゃうかもしれないでしょ。ちょっと待って、でもこれ修復とは言ってるけど、歴史的価値ってこの状態でも残ってるのかな。いやー、すごいよね。歴史的価値まで直せちゃう錬金術って。本当に治ってるのかな。私はよくわからないんだけど。私が言うんだから間違いなし。錬金術最高。ソフィーさん大好き。問題になっても私は知らないよ。向かいますか。さあ、est-ce qu'on a les missions pour gagner les papiers là。どの依頼を受け。あ、ちょうど持ってるかも。よし、ソフィーちゃん。あ、ちょうど持ってるかも。よし、これ。よし、これならすぐ報告できそう。よし、ソフィーちゃん、これなら。よし、ソフィーちゃん、これなら任せたわよ。こんにちは。今後ともよろ。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。どこに向かう。よーし。ソフィーさん、あたしたちそろそろ必殺技だよ、必殺技。あよ、とこんな感じのなんだけど、どうかな。樽を使った必殺技か。なかなか斬新な感じだね。けどすごくいいと思う。やったー、ありがとうソフィーさん。この技で大活躍しちゃおう。そうだね。それにしてもかなり派手な技になりそうだな。Tiens, la suite demain. Je vous fais des bisous. La 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 la.